最下位の西武に2連勝中の楽天、今日は終盤までもつれる接戦となりました。楽天の先発は自身6連勝中の藤井。コーナーをつくストレート、そしてキレのあるスライダー。ランナーを出しながらも丁寧に投げ込み、西武打線を4回まで無失点に抑えます。するとその裏、6番フランコの犠牲フライで先制に成功すると、5回にもチャンスを作り、1番小郷。チェンジアップを捉えセンター前へ、貴重な追加点を奪います。援護をもらった藤井でしたが、6回1塁3塁のピンチを招くと、3番野村のタイムリー、1点を返され、藤井はここでマウンドを降ります。2番手は渡辺翔太、タイムリーを浴び同点に追いつかれてしまいます。2対2のまま迎えた8回、ランナー1塁で再び小郷。ライトスタンドへの6号ツーランホームラン。終盤に勝ち越しに成功した楽天、3連勝で勝率5割に戻しました。